はい、こんにちは、ジデアです。カード開封動画601回目は2023年2月9日発売バイスクルピーナッツですが、こちらはねブルジュラのバイスクルピーナッツ第2弾ですね、ボリューム2です。第1弾の方は前列の1月にカラーズオブピーナッツで発売していました。それでは開封したいと思います。箱を見ていきます。バイスクルピーナッツ、黄色が主体になっていて結構シンプルな感じですね。横面がザ・ユナイテッド・ステイツ・プレインカード・カンパニーエアクッション・フィニッシュ・メイド・イン・ USA、 反対側はピーナッツ・エブリデイ2022、ピーナッツ・ワールドワイド LLC でスヌーピーのコラボですね。でこちら側はブルジュラの表記と注意書きの表記ですね。上面はポーカー、クローザーシールはいつものねピーナッツのスヌーピーの肉球のクローザーシール、バック面の方はバイスクルスタンダードの枠線そのまま残ってる感じでスヌーピーが配置されているという感じになっていて、で下面に反転表記があります。下面はバーコード2022年 USBCC のアランガ KY 製でリサイクルマーク、発売日の方は2023年の2月です。それでは開封したいと思います。はい、切れ目を入れました。一面は真っ白、ここは普通のロゴの反転表記ですね。こちら側がバック面ですね。今回はね、綺麗に上と下に反転表記が上下左右対称になるように配置されているみたいですね。で多分2枚がエクストラジョーカーになっていると思うので後で見ましょう。じゃあ表面いきます。はい、まずはスヌーピーサングラスタイプですね。もう1枚もこれはスヌーピーの兄弟かな、分かったらまあテロップつけておきます。スペードのエースはウッドソックですね、何もなし。スペードの3はルーシー・ディラン・ライナスです、何もなし。スペードの5はペパーミント、何もなし。スペードの7はスヌーピーとライナスかな。スペードの8はスヌーピーで間にねウッドストックが表示されてます。スペードの9はスケボーに乗ってるスヌーピー、スペードの10は、ウッドストックたちとスヌーピーどっかから落ちてる状態かな。で絵札のカードですね。スペードのジャックはピッグペン、クイーンがペパーミント、キングがチャーリーブラウン、タケシードってやるね。赤色ピプスはちょっと明るい感じかな。ダイヤのエースはウッドストック、ダイヤの2はスヌーピーで、ダイヤの3がチャーリーブラウンで怪盗を持ってます。4は何もなし。ダイヤの5はルーシー、何もなしで、ダイヤの7はスヌーピー、ダイヤの8は骨、ダイヤの9はスヌーピーとルーシーのシルエットかな、何もなし。ダイヤの札は、ジャックがシュローダー、ダイヤのクイーンがサリー・ブラウンで、ダイヤのキングはこれもチャーリー・ブラウンですね。クラブのキングはスヌーピー、クラブのクイーンマーシー、クラブのジャックがフランクリン、クラブの10、スヌーピー、9、クラブの8がチャーリー・ブラン、7は何もなしで、クラブの6はスヌーピーとウッドストックたち。これ、いろんなカードに結構ありますよね。クラブの4はライナース、クラブの3はウッドストック、クラブの2は、これもなんかウッドストックと下がね、何か表示されてますね。木で巣なのかな？クラブのエースもウッドストックですね。ハートのキングスヌーピー、ハートを持ってますね。ハートのクイーンルーシー、ハートのジャックライナース、ハートの10スヌーピーとチャーリーブラウン、これも前のピーナッツにもありましたよね。何もなしで、ハートの7がスヌーピーの肉球ですね。
ハートの6がスヌーピーとマーシー、ハートの5はスヌーピー、真ん中のハートの枠に入ってますね。ハートの4がサリーブラウン、3がナッシュで、ハートの2がチャーリーブラウンで、ハートの S がスヌーピー。五輪のジョーカーいきましょう。こちらの方がスヌーピーの兄弟でアンディとオラフですね。でもう一枚がウッドストック。2021年のスタンダード54枚と2021年のスタンダードと同じ厚みです。スペインの方は高品質、弾力の方は両面柔らかいですね。木はほんのりあります。パッと取れるぐらいですね。ではバロ入れてみます。入っていかないですね。表面からいきます。はい、ちょっと開いていくので、モダンカット仕様ですね。これはね、いつもフルジュラ同じくモダンカット仕様みたいです。はい、バイスクルピーナッツの第2弾のブルジュラーのやつですねを開封しました。というわけで、これおすすめの中の一つに加わる感じだと思います。ピーナッツの中ではこれと、ピーナッツと USBCC 版のアストロノーツスヌーピーがね、私としてはおすすめです。それではジャンル分けします。2021年のスタンダードと同じ厚みなので、普通ブルジュラーはね、いつも同じですね。モダンカット仕様の高品質、株式会社ブルジュラと USBCC のコラボ、ピーナッツとのコラボでもあります。でスヌーピーの、ピーナッツのコンセプトデザインで、そのうちレアレックになっていくんじゃないかなと思います。バイスクルピーナッツボリューム2でした。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは